さあ今日から4月、山梨県内も春の気配が色濃くなってきましたね。はい、はい、今日は甲府市のお寺の桜を紹介します。甲府市向こう町の清岩寺、こちらではしだれ桜が満開に、優しく揺れるしだれ桜、近くで見てみますといくつかの桜がくっついて咲いていまして、なんだかピンク色に灯ったぼんぼりのようなんです。本当に可愛らしい花が優しく微笑んでるみたいですね。そうですよね。この桜はですね、36年前にお孫さんが生まれた記念に近所の方が植えたそうなんです。今は隣に咲いている白い杏の花との共演も楽しめるんです。爽やかな春の風景に道行く人も嬉しそうでした。すっきりするのがね、やっぱ春らしいなっていうのがね、そう感じしますよね。小さい頃花見ってよく行きよったんですけどね、やっぱそういうこと思ったらこういうしだれ桜っていうのは本当最高ですよ。眺める人の心を安らかにさせるしだれ桜、今がちょうど見頃となっています。あの桜のピンクと杏の白のこのコントラストが素晴らしいですね、本当にね。そうですね、ほっとするような感じですよね。はい、はい、さあでは天気情報です。はい、甲府駅北口に雲野希アナウンサーがいます。呼んでみましょう、雲野さん。はい、明日は寒暖の差が激しい一日となりそうです。